個人の TikTok、うん、もっと稼働したいよね。もっと絶品に対して本気なんだよっていう姿勢を見せるためにも何日3本投稿とか。あー3本おはようございます。ということで今日は TikTok 1週間毎日3本投稿1日目となっております。今週1週間が撮影とかレコーディングとか打ち合わせとかでスケジュールが埋まってるので、今日だけ家で作業する日みたいな感じなので、できるだけ今日をたくさん撮ってストックをたくさん作ってやっていこうかなって私は思っています。歌の練習と配信もしたいので、時間をうまく使いながらストック作っていきたいなって思ってます。ということで頑張ります。1日目はい、ということで約2時間ぐらい撮影したんですけども、2時間撮影してなんと4本しか撮れませんでした。なんか服着替えたりとか振り付け覚えたりとか、これでいいのかなとか思って何回も撮り直ししてたら、2時間で4本しか撮れてなかった。これっていいことなのかな、悪いことなのか。今日は家だったのでそんな全身の動画とか撮れなかったんですけども、明日とかは全身でダンス踊る系をメインに撮影できたらいいなと思うんですけど、明日レコーディングなんだけど喉が今めっちゃ痛くて話してるのも結構辛い。まだTikTok 見てない方いたらぜひはるかの個人の TikTok、 小鳥の個人 TikTok、 魔法の個人の TikTok 見てください。それじゃあまた明日の、はい、というわけで本日から1週間 TikTok 毎日3投稿ということで、鏡を映した今みたいな状態で TikTok を撮ってみようということで、ちょうどね私の家に大きな大きな鏡があるので、これ鏡の中の私です。みさもさんのね、アミロちゃんのカバーがとても話題になっているので、あれを覚えて撮っていきたいと思います。肩、手、グー、待て、これスローだったわ。いや鏡あんのに鏡見てないけど、鏡見ればいいや。あ、踊れた。はい、というわけで2日目です。昨日ね、ちょっと焦ってギリギリに撮って、編集版も激ヤバすぎて21時に2本、22時に1本投稿したんですけど、最初に投稿したやつの方が伸びているので、せっかく3本投稿なんで時間帯をねずらして投稿したいなっていうので、さっき1時半ぐらいに1本投稿しました。はい、やっていきたいと思います。ミニチュバカモトヨ、このエフェクトを使ったやつを撮っていきました。今日1本投稿したんで、あと2本撮っていきたいと思います。なるほどなるほど、もうちょっと動き大きくていいか。始まってたわ、決めてたら始まってたの。一番恥ずかしいんだけど。OK、いい感じに撮れました。本日の3本目の動画は、可愛い振り付けをちょっとかっこいいクールな表情でやってみようということで、まずは振り覚えからやります。おー、出た。 OKOKOK、 振りは覚えたので撮っていきたいと思います。はい、ということで11時から8時のレコーディング中に撮影が4本撮れたので、今日のノルマは達成した、プラスストックもできてるし、昨日のストックもあるので、私は多分今日はもうこれで大丈夫だと思います。あと明日も撮影があるので、撮影の合間に TikTok 撮ってストック稼ぎ頑張ろうと思います。こんばんは。1週間 TikTok 1日3本投稿生活、1日目に撮るのを忘れてしまったので、ただいま2日目の夜です。本当に申し訳ございません。今日は朝からレコーディングがあって撮影もあったので結構ドタバタしてて、私がボーカル担当なので、はるかのレコーディングに付き添ったり、琴音のレコーディングに付き添ったり、プロデューサーさんと一緒に、あ、もっとこうした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかっていうのをやってたり、 TikTok 1日3本はこのスケジュールだと結構きついです。で、今日レコーディングの間に2本撮ったんですけど、1本足りなくて急いでお家帰ってパジャマに着替えて、フルーツジッパーさんの「どの時もニャ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 」を撮りました。明日はとあるアパレルブランドの撮影が朝からあって、
そっからダンス動画の撮影と企画系の動画の撮影があるので、ちょっと早く寝たいと思います。また明日頑張ろうと思います。明日何の TikTok 撮ろうかなって感じなんですけど、何がいいと思う？あとね、ちなみにね、マホンのね、このお家の背景は、うわ眩しい、シーンで買った夕日ライト、これがあるだけで結構エモい系の動画が撮れますのでおすすめです。じゃあそれではおやすみなさい。昨日撮影したやつが、うん、なんか狭いところ踊ってるなっていう印象があったから、ちょっと撮り直します、うん。ということで TikTok 生活4日目なんですけども、家帰って撮影しようと思ったんですけども、体調が悪すぎてやばいのでストックがあるから、今日はストックを上げて終了とさせていただきます。でもリハの時に1本撮れたので、それも上げて、マジストック撮っといてよかった。今日はちょっと早めに寝て、明日またストックたくさん撮れるように頑張ります。今日はお疲れ様でした。ということで1週間毎日3本投稿5日目でございます。今日はリハーサルが終わってそのまま家に帰ってきたんですけども、今日は2本動画を家で撮りたいなって思ってます。最近流行っている松本まりかさんチャレンジに挑戦しようと思います。じゃあまずは1本目撮影します。はい、ということで2本目も撮影終了しました。この後はいろいろ考えないといけないことがあって、ライブに向けて明日は撮影なので、明日の撮影の練習して今日は終了ということで TikTok も上げます。これつけたのはなぜかというとあのさんの曲をやったので意識してつけました。ということで今日は1日終了、ノルマ達成です。今日は踊ってみたの撮影があって、その後に時間があったので TikTok を2本できたので、マホさんはもう撮ってない、今から撮る。じゃあ今日はノルマ達成ということで、お先に失礼します。打ち合わせに行ってきます。はい、というわけで本日は5日になりました。最近一日一日が本当に忙しすぎて、 TikTok を撮るっていうのを目的で終わっちゃって密着するのを忘れちゃう。わかる、本当にそう。しかもここのスタジオ、お願いダーリンの撮影終わって、はいはい、ミーティングがあって急遽ね、そう撮ろうってなって2時間撮ったんですけど、はい、2人とも1本しか撮れなかった。編集もしないといけなくて、ね、編集も待ってるし、ね、編集もしながらってやってたらちょっと1本しか撮れなくて、もうリリーベなのでね、うん、間とか終わってから TikTok 撮るしかないので、うん、そうだね、それ頑張りましょう。頑張ります。はい、ということで今リリースイベントが終わって事務所に戻ってきて YouTube の撮影をして今なんですけども、なんと TikTok 3本投稿終わりました。私はノルマ達成です。ですがちょっと家帰って編集があるので頑張りたいと思います。今日は1日長かったけどお疲れ様でした。今後ろで琴音と真帆も TikTok 撮影しています。間違いじゃないですか。あー、真帆また間違えた。お先に失礼します。はい、お疲れ様です。バイバイ、バイバイ。じゃあはるか帰るね。バイバイ、バイバイ。ありがとう、編集お願いします。任せろ。じゃあね、バイバイ。はい、ということで TikTok 1週間1日3本生活なんですけど、
と私本当に TikTok 撮る姿とか裏側とか撮ってなさすぎて、ちょっと素材がなさすぎて、ちょっと本当に申し訳ないです。本当に撮ることに必死すぎて、いつも撮るのを忘れちゃうんですけど、動画わかんないかな、熊谷さんが熊がやばすぎてって感じなんですけど、明日もリハ練習があるので頑張ります。じゃあね。はい、ということで TikTok 1日3本生活、今日が最終日です。1週間ねたくさん投稿してきたんですけど、ファンの人がめっちゃ喜んでくれたなっていう印象があって、もう正直 TikTok 毎日3本マジでキツかったんですけど、 ZEP に向けて引き続き頑張りたいと思います。ということで本当に怒涛の毎日ですが、くじけずに頑張ります。でもね、ファンのみんながコメントをしてくれたりしてくれるから、もう私頑張れてるのね。だからね、みんなたくさんコメントとかしてほしい、もっともっともっと。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。はい、ということで TikTok 1日3本投稿生活最終日です。思い返せば、まあ、1週間3本生活21本動画を上げたんですけど、1日に3本載っけることが初めてだったので、最初はこんなに大変なのかって思ってたんですけど、だんだんなんかそれが習慣化されてって、時間の使い方分かってきて、あんまり苦ではなく撮影できたのと、あと3人で TikTok も撮影できたのがすごい楽しかったので、すごいいい1週間だったなって思います。めちゃくちゃ忙しかったんですけど、いい経験だったなって思います。でこの TikTok も3本いきなりなんであげたかっていうと、チェゴを知ってくれる人たちを少しでも増やしたいっていう思いでチャレンジしてやったことなので、それがなんか少しでもねチェゴの力になれてればいいなって思います。今日で終わってしまうんですけども、この先もたくさん TikTok、 個人の TikTok も上げていくので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。ということで1週間お疲れ様でした。